わあすごい、今のかっこいい。え、今の書き留めとく、大丈夫？うん、書き留めたい今の。録音しときました。あ、そうだ、録音されてんだこれ。永井美智香とシャンユー、創作なひらめきを求め夜な夜な集まり作業するのは神保町ブックセンターボックス席の深夜2時。誰かの小さな気づきが社会をクリエイティブにするクラウドファンディングのように、小さな疑問や好奇心を引き寄せてたら思わぬアイデアが湧き出るかも。この番組はクラウドファンディングプラットフォームモーションギャラリーがお送りしています。なんかね、すごく本当深夜の2時のボックス席の不毛なやり取りを、本当深夜テンションだったね、完全に。ね、本当ちょいちょい出ちゃうよね。出ちゃうんだよ。まあでもね、深夜2時なわけだからね。そうだよ、もういいんだよ、夜中なんて何言ったっていいんだもん。しょうがないよ、うん、身のある話なんてねっていうところで。そうですよ。そんなわけで、この深夜2時のボックス席ではですね、身の回りの気になるトピックについてあれこれ喋りながら、クリエイティブな解決策を爆誕させたりさせなかったりしているというおしゃべりということで、次もですね、あみだくじで何をお話しするかなというのを決めていきましょうというところで、残る2つのトピックをおさらいしたいと思います。はーい。残っているのがリスナー投稿の占いに関する投稿が一つと、あとは永井さんの、自分に厳しくしたなって去年感じたというトピックが二つ残っているので、どちらになるかなというところで、今田中の手元に阿弥陀が出ておりまして、残りがですね、丸と三角ですね。どっちにしますか？丸。丸。じゃあ丸からいきます。降りて曲がって降りて曲がって降りて曲がって降りる。お、さすが引きが強い。永井さんのトピックがヒットしました。イエーイ。はーい。打率高くない、みじちゃん。高い。いや今日は当たんないかなと思ったんだけどな。じゃあ改めてお願いします。そう、去年なんか自分に厳しくしたなっていう実感あるって聞きたいんだけど。うん。例えばこう仕事をしてなんか3日間ぎゅうぎゅうの仕事だったとするじゃん。うん。で、まあそっから例えばこう同じく3日割とゆったりしたスケジュールだってなったら、私多分丸3日本当に動かないのね。うん。1日目はまあ、あー頑張ったな3日間みたいな、今日は何もしないと思って、まあ、ゴロゴロさ、寝て過ごして、はい。2日目も多分、1日じゃ取れませんよ、みたいなので、ゴロゴロすんの。で、3日目は、でも明日からまた、なんか頑張らないといけないから、いや、今日なんかしたら明日できませんよ、っていうので、ゴロゴロして終わるのね。だから、なんかさ、その仕事をする3日間、どれだけそれがハードで、こう、頑張ったとしても、その後のさ、自分に優しくする時間をきっちり研ぎすぎてるせいで、なんか、いいのかなみたいな。私、あんまり頑張ってないのに疲れてるのではみたいな。気持ちになって、なんか不安になっちゃってさ。面白い。厳しくする？すごいゴロゴロしてるなって思った、でも今。そう。基本やっぱゴロゴロが好きなんだね。ゴロゴロが好きなんだよ。でも、でもさ、やっぱ私はきつい仕事3日続けてとかじゃなくて、マジしんどい朝3時起きくらいの仕事ですみたいなのがたった1日あっただけでも2日は休みたいなってなるよ。あ、よかった。いや絶対なる、絶対なる。なるよね。なる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 。でもさ、まあなるじゃん。でまあ3時起きとかさのはやっぱその変なんだけど、普通の社会で考えたら。まあそうね。うん。でもさ、こうまあ会社勤めの友達とか見ると、やっぱ月から金までさ
朝まあ7時とかに起きて9時くらいに出社して、うん、で夜さなんか6時とかに仕事終わってでもその1日も十分ハードじゃん。そうだね、携帯いじれないしね。そうで、なんか喋ると怒られたりするんでしょきっと。うん、そう、多分ゲームもできないよ。だよね、うちらよりもさ多分すごい厳しい管理にさ。めっちゃ厳しいよね。なのにその5日やなきゃいけなくて、それを連続で、で2日しかないじゃん休みが。そうだね、なんかすごすぎるっていうか。がさ、私さ昔そのなんか朝じゃあ7時とかに起きて夕方まあ5時6時まで働いて、それが月曜日から金曜日まであって、ようやく休み土日ですみたいな仕事の仕方、働き方、すごい昔1年間やってるったけど。やってたんだ。そう、アーティストやる前普通に新卒で会社員入ってやってたから。すごい、私3日で無理だったもん。どうしたのじゃん。え、3日で無理で仕事辞める方向で他に仕事探し始めたよ。もう入社して3日で、あ、無理だこれと思って、うんうん、仕事探し始めて、うん、1年後に辞めた。よく頑張ったね、もう1年間。よく頑張ったでしょ。なんかその春だったから、いや夏になれば気持ち変わるかなとか。はいはいはい。で夏になったら、いや秋になればってずっとやってたの。うん、いや変わんなかったからとりあえず全部の季節はいたけど、やっぱ、うん、無理だわと思った。てか本当に同じところに毎日行って朝から夜まで拘束されてを5日間続けて、5日休んでまた5日間続けてができるのはある種才能だよあれ。いや本当にすごいよね、あれ。才能ですね、完全に。うん、本当無理です。私もう耐えられませんと思った。週3でかつ飛び石の月水金それをやるがギリだと思うの。え、あ、それもできなかった。いや、めっちゃいろいろやってんのね。すごい、うん、やったんだ。そう、会社員を1年やった後辞めてデザイナーアシスタントになったんだけど、うん、そこではそういう感じだったの、月水金。うんうんうん。で、科目は家で仕事していい。いやー、月水金も行かなきゃいけないんだーって思ってたもん。あ、そうなんだ。だからうちら多分無理だよ無理なんだね。なんかさ、それを遂行してる人たちがたくさんいるって思うと、うん、なんか自分がさちょっとなんか3連勤しただけでなんか、あ、もう無理、もうほんと動けないってなってんのさ、やばすぎないみたいな、その能力さ。確かにそれで言われると、うん、私もなんか1日頑張っただけで2日超休んでとか、もう超クソだなと思った。そう、情けなくなっちゃってさ情けないね、辛い。え、もっと頑張んなきゃかな。ね、なんかどうしたらいいんだろう。どうしたらいいんですか田中さん。ね、どうしたら、だって勤め人でしょそう、勤め人じゃん。私今この会話をね5分ぐらい聞いてるだけでずっと褒められてる感じがしてすごくいい気分でしたいや本当にすごいんでしょ、うん、すごいよ本当。いやー嬉しいと思って。でだって子育てもしてんでしょ。そうでしょ。え、サイヤ人じゃん。やばすぎるでしょやばい、どうやってんのと思う。うん、すごい自己肯定感爆上がりの。いやー嬉しい。いやマジで尊敬してますよ本当に。うん、本当にすごい。私働いてるモーションギャラリーはねリモートがほとんどなので、まあ、その分そう、あの出勤してる人に比べれば恵まれてる方だと思うんですよね。ただまあなんかその出勤してない分メリハリのつけ方は結構難しいとこありますけど。いやそうだよ、ゴロゴロしちゃうじゃん。いやそうだよ、だって寝っ転がりながらでもいいんでしょ仕事。そうそう、できちゃうじゃん別に良くも悪くもね、体調悪くてもできちゃうみたいなのはあるっちゃあるんですけど。あー、そうそう。まあ、でもそのなんか勤め人としては、まあ、9時5時守られてるみたいなのもなんていうかメリットなのかなと思って、それこそ社員さんとか永井さんのお仕事だとなかなか土日が逆に固定の休みはないし、時間も不規則ですよね結構、うんうん、早朝とか深夜とかがあるから、なんかそれこそその毎日そのリズム感つけて働くみたいなのが難しそうだなと思って、臨機応変じゃないとできない仕事ですよね。あ、リズム感とかないもんな。そっか、確かにないっすね。曜日感覚ないよね。ない。ああ。
土日みたいな概念もう忘れたね。忘れた。へえ。なんでできなくなったんだろう。私中学校まではちゃんと通ってたんだよ、普通に。え？おお。言ったら体調悪くない限り。うん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 。でもなんか高校であれこれ週5行かなくてもいいんじゃねみたいななって。確かにな。だからなんか週3くらいなんかギリギリ卒業できるライン行くみたいになっちゃったの。そうなんだ。でも一緒だわそれは。私もなんで私学校は行くけどとりあえずずっと美術室にいたから、うんうん、だからそれで許されちゃってたから、なんか別に好きな時だけ行けばいいと思ってた学校。いやそうなんだよな。うん。で好きな時間に行けばいいと思ってたから、遅刻かどうとかなんか出席ミスかどうみたいな概念すっごい昔になくなってるな。うん。なんかね、なんで失ってしまったんだろう。ね、昔はできたはずだよね、小学生の頃とか。なんでだろう。でもやっぱ羨ましいですね、逆にそういう感じ。なんか前もちょっと話したかもしれないですけど、私は割とどちらかというと真面目な方なのかなと思うので、うん、絶対そうだよ、私たちみたいな人間と比べて、うん、絶対そうだよそういうでもそのなんか大丈夫だよっていうか、なんかこうメインストリームじゃないと、なんか毎日コツコツとか決められたね、これが正しいよみたいな方向に行かないっていうのをもうちょっと早めに知っておけばよかったって、なんかもう大人になって言うことではないですけど思ったりするなと思って。そうなんだ。そう、まあね、なんかないもの出たりみたいな感じしますけどね。え、でもやっぱちゃんとバイトとか決まった時間に行くとかできるのは、いや本当にすごい才能だよ。そうだよね、すごい。バックれたことないのって本当すごいよ。いや本当にすごいよ、偉い。マジで偉いね。そうだよね、偉いよね。すごいよ、本当に偉い。どうしたんだろう、今日のエピソードどうすればいいんだろうね。だってさ、例えばさ、田中さんだけの世界、全員がね、100人の村の全部が田中さんの村と、うん、全部が私の村があったとしたら、私の村多分4日と持たないと思うの。あ、そうだね、もう破綻だね。そう、破綻してもうなんか多分放火とか起きてもう大変なことになると思う。だから秩序はないし何も誰も守らないから、うん、無理かも。でもそれは私も言えるから人のこと言えない。多分ね、全然工場とかもできないし、なんか米とかも育たない。そうだね。けど田中さんの村は多分さ、ちゃんと米が育つ。それって本当にすごいことだよね。素晴らしい。へー。でもありますよ、その底はかとないね、憧れみたいなのありますよ。そういうちょっと型破りとか、どうして私はあの頃バックれなかったんだろうとか。へー。きっとね、思ってる人少なくないんじゃないかなと思うので。そうなんだ。そうなのか。そう、ありますよきっと。じゃあみんな、もうみんなお互いがね、ないものねだりなんだね。そうだね。そうそうそう。そっか。じゃあまあみんな別にそのすごく頑張ってるし、うん、自分に厳しくしてたってことでいいのかな、去年。あ、確かに。そうだね、今話題忘れたもん私も。だから別にみずちゃんも今年もまた3日頑張って3日休んでいいんじゃない。いいか。うん、いいよ。それがなんかリズムなのかもしれないもんね、私の。そうだって、エネルギーをさ、そう言うたらその3日間でさ、他の勤め人の週5分使ってるんじゃない。そっか、そう思えば、うん、そうだよ。だって台本覚えたりとかもさ、結局その勤務時間外でやってるわけでしょ。やってるやってる。それ考えたら私、役作りとかさ、そのためのインプットとかもさ、全部をそのパフォーマンスとか撮影しなきゃいけない時間外でやってるって考えたら、休みなく働いてんじゃない。え、優しい。え、でもそうだと思う。そっか。うん、そうだよ。ゴロゴロする時間もリカバリーも結局次のパフォーマンスのためだから。わー、すごい、今のかっこいい。え、今の書き留めとく、大丈夫？うん、書き留めたい今の。録音しときました。あ、そうだ、録音されてんだこれ。え、そう、だからそれ考えたらやっぱ休みの時間重要だから。え、有識者じゃんもう。え、なんかに出た方がいいかな。え、出た方がいいよ、なんか休み有識者みたいな。やばいね。
肩書き今年からそれに変える？うん、変えてってもいいと思う。付け加えようよ。うん、だからもうみんなそれぞれが頑張ってんだよね、きっと。そうだよね。うん、そう思うわ。うん、そうだわ。そう思います。はい。ありがとう。ちょっと、なんかあったら呼んで。いつでもありがた話5分ぐらいするよ。いや、チャージされるわ、マジで。やりたい、なんかイベントとかでありがた話をするブースみたいなの。うん、やってほしいな。やばいね。シャンユンのありがた話みたいな、やばいな。やばい人じゃん、それもう。ね。なんか危ない方向に持っていく前に元にね戻そうかなってとか、なんかねすごいみんなのね3人の自己肯定感が上がるような話に、ね、なりましたけれども、ちょうどねここでねそんな自己肯定感上がるではないですけど、みんながねまた楽しくなるような音楽をやられてる方から、今モーションギャラリーでクラウドファンディングを実施されていて、そのねプレゼンターさんから永井さんとシャンユさんに質問が届いているのでご紹介します。はい、はい。永井さん、シャンユーさん、はじめまして。民謡ユニット、コデランニーと言います。我々は今、コロナ禍で発足したエチオピアの伝統楽師との取り組み、民謡交換プロジェクトによる演奏を日本に、そして世界に発信するため、現地でアルバム制作に挑んでいます。民謡と聞くと、昔の歌とイメージされるかもしれないのですが、私たちはフェスへの出演や海外アーティストとのジャムセッションを通じて踊れる民謡を目指しています。ちなみに去年のフジロックに出演した際には炎天下の会場に巨大な盆踊りの輪が出現しました。やば、フジロック出てんだ。すごい楽しそう。永井さんとシャンユーさんは民謡を歌ったり盆踊りを踊った経験はありますか？実は小さな子供からお年寄りまで一緒に歌って踊れる最強のエンタメツールじゃないかと思っています。ということで、私たちにぴったりな質問が届きました。いやーもう本当よ、本当ですよ。盆踊りなんてもうね、ね、うん、うちらのやつだよね。ね、語ってきてるからね。そうですよ。てか超わかる。民謡ってさ、うん、すごい超踊れるダンスミュージックだよね。実はそうなんだ。民謡ってどういうのを指すの？日本の民謡って何？どう説明したらいいんだろうな。なんか、説明の仕方がわかんない。森の熊さんは？森の熊さんは、あれは童謡か。童謡だね。うん。そっかそっか。民謡は、なんて言ったらいいんだ？民謡は、ですね、ウィキペディアさんによりますと、うん。主に民衆の生活の中で生まれて、口伝えで歌い継がれてきた歌の総称なので、なんか本当にいっぱいあるんですよね。あれとかずいずいずっころばしとかは、あ、多分それもかもね、かもしれない。はあ、なんかさ、そういうやつとかに本当現代のトラックとかをミックスしてやってる人とか結構いっぱいいるし。へえ、そうなんだ。そうだから、なんか踊りとやっぱすごい相性がいいっていうのはなんかすごい前々から思ってたから。へえ、そうだから、なんかエチオピアとかなんかアフリカのものと掛け合わせるのすごい超相性いいだろうなって話聞いたと思った。そうなんだ。うん、永井さんはよく盆踊り好きだっていうお話をねされてますもんね。うん、盆踊り好きね。ちなみにそんな盆踊り好きの私たちが前に冬の盆踊り大会したいではないかっていう話をしたので、コデランニーのスタッフの方に、冬の盆踊りでおすすめなものありますかって聞いたところ、まあちょっとまず前提として、あの盆踊りはやっぱり夏のね先祖の霊を送り出すために踊るものなので、ちょっと難しい質問だなという答えが返ってきて、すいませんって感じだったんですけど、まあ、あのそうは言っても、まあ、踊れる民謡として盆踊りっていうのは、あの芸能の色もすごく強くなってきているから、今は季節問わず人気があるのは炭鉱節ですって。あ、炭鉱節、あれ覚えやすいもんね。そうそうね、有名だもんね炭鉱節は。ちなみにそんな話を聞いたら、このコデランニーさんはこのエチオピアのね、このプロジェクトの一環だと思うんですけど、エチオピアの楽曲にもう原曲そのものが日本の音頭にしか聞こえないっていうことで、
日本語の歌詞と盆踊りに振り付けをつけた踊れる民謡エチオピア音頭を制作されたそうなので、へー、そう、ちょっとね YouTube とかで上がったりしてるので気になった方ぜひ見てもらえたらなと思うんですけど。いいなー。え、これさ、タイトルのさ、自然とお前ってめちゃくちゃ良くない？とりあえず止まって今見よう。このプロジェクトページに埋め込まれてる。最初の方にある YouTube ですよね、ページのね。本当だ。エチオピアのハディンコさんっていうアーティストの方とコラボして作った映像が YouTube でクラウドファンディングのページに載っているので。超いいタイトルね。本当だ、めっちゃいいじゃんこれ。参加したい。いや、参加してそうだよね。いそうだよね、私。うん、すごいいそう。いたんじゃないの？いたかな？踊ってなかった？ちょっと、なんか飛んだから意識、うん、どっかに。いそうだな、私。すごい踊ってそう、一緒に。そうだよね。そういうのないのかな？リターンがね。確かにね。一緒に行けるのはね、私も調べたんですけど、なかったんですけど。あ、ないんだ。作れるかな、今からね。ね、今から一緒に行けるリターン増やしてほしいな。ね。今聞いてたらね、ぜひね、ちょっとこのタイミングで増やしてもらいたいな。ね。参加したいんですが。ちゃんとそう、お伝えしてなかった。このプロジェクトはですね、エチオピアのアーティストの方とのコラボレーションのプロジェクトを進めている中で、2024年の2月に今度はエチオピアの現地でハディンコさんって現地のアーティストたちと一緒にステージに立つことになっていて。もうすぐだね。そうそう、この民謡ユニットのコデランニーさんがエチオピアに行くことになっている、その現地でレコーディングをするための費用を募っている。へー。で、実はもう達成していて、ストレッチゴールを100万今目指してらして、これはですね、達成したら現地でのミュージックビデオを制作するっていうプロジェクト。楽しい。ミュージックビデオだけでもいいから出たい。出たいよね。うん、出たい。どう、スケジュール2月まだいけると思うな。2月いけるんで行きたいです。か、2人で勝手に行って、うん、バッタリ会うふりする？あ、バッタリ会うふりはあり。あれって、なんかそっちの方がいけるくない？確かに、確かに。それだったら運命感じて出させてくれそうだよね。これでも聞かれたら終わりなんだけどね。確かに。もう終わりかもね。もうダメだ。そうですね。もう配信されてる頃にはバレちゃうので。バレちゃう。そうだね、バレちゃうね。こっそりいけないなぁ。こっそりいけないから、ぜひね、リターンっていうかね、ミュージックビデオがね、完成して日本でね、見れることを楽しみにね、待っていたいなと思いますが。そうですね。そんなね、質問をくださった民謡ユニットコデランニーさんによる、日本の民謡を世界へ、1万キロ離れたアフリカの国エチオピアでのアルバム制作のクラウドファンディングは1月31日水曜日までということで、こちらも概要欄に URL 貼っておきますので、気になった方はぜひモーションギャラリーにて掲載中のクラウドファンディングのページをチェックして見ていただけたらなと思います。コデランニーさん、質問ありがとうございました。ありがとうございました。番組では皆さんの感想や最近気になるトピックを募集中です。ぜひハッシュタグボックス席の深夜2時をつけた SNS 投稿や番組概要欄にある専用フォームへの投稿をお願いします。そして Spotify や Apple Podcast での番組フォローとレビューの投稿もお待ちしています。また番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは、会員限定 SNS にてリスナー会員もしもしーずの皆さんと番組クルーでエピソードの感想や気になるトピックについてシェアしています。最新エピソードをいち早く聞けるアーリーアクセスや、ここだけで楽しめるボーナスエピソードなど盛りだくさんです。もしもし文化センターへは番組概要欄に貼ってある URL からアクセスできます。皆さんのご参加お待ちしてます。